EN-NJ と2期は以前から一蘭が大のお気に入りであることで知られている。昨年の2期の誕生日、ジェイクは一蘭を頬張る2期の動画を公式 Twitter にアップして彼の誕生日を祝っていた。8月19日夜、2期とジェイクがファンコミュニティプラットフォームウェバースにアップしたのは、天然豚骨ラーメン専門店一蘭の写真、おいしいとコメントを添え大満足の様子だ。8月21日ウェバールスライブを行った2期は、今回の来日であのメンバーが一蘭にすっかりハマってしまったことを明かした。今回一緒に一蘭に行ったメンバーはジェイク、ジョーモン、キスン、2期の4人だったという。そんな中、今回一蘭の魅力に取りつかれてしまったのはヒスン。ジェイクはヒスンをぜひ一回食べてみて、本当に美味しいからと必死に説得し、半ば無理やり連れて行ったというのだ。ジェイクに連れられてしぶしぶ一蘭を食べたヒスンだったが、いざ食べてみるとその美味しさに大感激、本当に美味しいと絶賛したという。なんとその美味しさはヒスンの中のラーメンランキングを覆すほどだったとか。最愛のラーメンを認められ一番美味しいという太鼓判まで押された2期は、当時を振り返り、ちょっと誇らしかったです、認められた気分と嬉しそうな様子。2期によると最初ヒスンは一蘭に行くつもりはなかったという。しかし一蘭ラバーのジェイクはそんなヒスンを放っておかなかった。ファンは日本のラーメンに夢中なメンバーたちの可愛らしいエピソードにほっこりしているような。最後までお読みいただきありがとうございます。愛を感じていただけましたら、下にありますソーシャルメディアボタンからシェアしていただけると私もまた愛を感じます。